というのが一番すごいと自分は思っとった、はい、だから上島先生の演舞を見てもこれインチキだと思っとったわけですよ、こっちはね、はい、でまあインチキやってんなと思っとったんですけど、はい、で後で終わって、それから上島先生がじゃあ私は言いませんかということで、で僕が出てって何やるんですかって言ったらどうでもいいからか言ったわけですよね。それだからまだ自分は若かったし、その時ちょうど私は自分の親が三段だったんですよね。あ、そうですか。うん、それだからさあ、ね、ちっちゃいですからね先生、はい、僕よりちょっと小さいんですよ。そうですか、うん、体は横は広いですけどね、はい、ちょっと背が低かったからね、だと思って、それからいきなり蹴飛ばしたんですよね。ね、そしたらね、ぴゃっとこう触ら、このところ触られたと思ったら飛ばされてですね、で、パラーパーっていっちゃってね、それで目がパラーパーっていっちゃってね、それから、参りました、それで、その時、